スこんにちは頭先生やで病態整理の前半も体の働きとその不調に関してはこれでラストやラストの代謝以上頑張ってこなほんでも代謝異常を勉強するってなったらまずは代謝について簡単に押さえておくべきやな代謝って日常でも基礎代謝とかでよう聞く言葉やけどわかりやすく簡単に言うたら俺ら人間が生きていくために体内で起こしてる化学反応のことややから代謝異常を学ぶ上ではその化学反応の材料がむちゃくちゃ大事になんねんけどちょっとここで少し中学校理科の話をするな 化学反応するときって材料から新しい生成物が生まれるよな。ほんでこの時のエネルギーが体を動かしたり正常に動かしたりしてくれてる。この反応が俺らが生きてる間、体中の至るところでいつも起きてる。っていうことはこの反応をどんどん起こすためにも俺らはこの材料をバンバン取り込まなあかんよな。この材料が何かって言ったら俺らがどんどん取り込んでるやつら。そう、食べもんやねん。 つまりこの代謝異常をする上で重要なんは俺らが何を食べてるかってこと。俺らは三大栄養素の米とかの炭水化物であると、体とかの筋肉や臓器とかって肉の部分になるタンパク質。ほんで油の脂質。これ代謝にめっちゃ関わってくる材料なんで、代謝や言うだけあってめっちゃ大事やな。やからそんなん食べ物の種類だけ、代謝異常もいろんな病気があって、まずは糖質代謝の異常。高いと高血糖で、低いと低血糖。 その中でも、いっちゃん有名なのは、めちゃくちゃ高血糖が続いた時に出る糖尿病や。 通って体の栄養になるし、脳みその使える唯一のエネルギー源でもあるからむっちゃ重要なんで、こいつが切れへんように、血中の葡萄糖濃度は常に一定に保たれてる。普通は70から120。これ普通炭水化物とか取って血糖値がグインって上がった時に、糖分、つまりスイーツが大好きな水臓って臓器が胃のすぐ下あたりにおんねんけど、こいつがインスリンってのを使って、糖分を肝臓の中へスリンと入れてくれて蓄えてくれるんで、普通は上がりすぎることがないね。 やけどこのインスリンの量が減る。つまり、このイラストで言うたら、ロートがちっちゃくなったみたいになると、肝臓の中へスリンとうまいこと入らんようになって、血中に糖がどんどん溢れて、おしっことかにも糖が入るようになる。やから名前も糖尿病ってなるし、おしっこ使った検査でわかることがあんねんな。ただ、おしっこ甘くなるだけで終わりかっていうと全然そんなことなくて、おしっこが甘いってことは、それだけ濃いってことやけど、濃いやつって浸透圧で水分を吸うんやったよな。 やから糖尿病になるとめっちゃトイレに行きたくなる。ほんでトイレに行けば行くほど体の水分なくなるんやから口もめっちゃ乾くんや。あとはさっき出たインスリンやけど、インスリンって名前からしてわかる通り、体中のいろんな細胞の中にスリンとエネルギーを入れる働きもあって、こいつがないと、うわ、エネルギー大変ぞ言って体中からエネルギーをかき集めようってなる。やから急激に痩せ始めたりすると、あれこれ糖尿病じゃんってなったりすんね。なかなか痩せへんかった人が急に痩せ始めたら注意やで。 トイレが近くなるとかちょっと不便かもだけど喉乾くんだったらそれだけ水飲めばいいって話だしそんなに痩せるんだったらあえて糖尿病になってもいいかもその考えは甘いで私ん 糖尿病でいっちゃん怖いのは血管内にブドウ糖が多いって。これ簡単に言うと血管の中をコンペー糖がゴロゴロ転がっとるようなもんで。あんなんトゲトゲしたやつが血管内をゴロゴロ転がってたらめちゃくちゃ痛むやろ糖尿病の場合も全くこれと同じことが起きててめちゃくちゃ血管が痛むねん。その結果、傷ついた血管をなんとか治そういうことで動脈硬化ってめちゃくちゃ硬くなって 脳梗塞やったり、心筋梗塞みたいなんに繋がってくし、太い血管どころかむしろ、毛細血管とか細い小さい血管なんかボロボロなるから、毛細血管が元気に働いてる目とかは失明することがあって、細い血管で再吸収とかしてたあの子宮体とか、あんなんもおる腎臓とかは腎不全を起こす。これで腎臓ダメだったら人工透析するしかないからな。あとは毛細血管言うたら体の隅々ほど多いから、手足の指先に多くて、その辺の血管がダメージを受けると血流れへんから、なんと越ししてまうねん。そこまでしてでも痩せたいかうわさすがに 希望吸引にしとこっか、ね、自分で努力はせんのかいほんでもここで注意しとかなあかんのは、この糖尿病って自覚症状ほとんどないね自覚症状出た時ってかなり進んでること多くて、半分くらいは別の検査の時に自覚症状なく発見されることが多いんで、このアニメ見てるみんなも中には糖尿病になるかもしれへん。もしくはちょっとなりかけてる人もおるかもしれんから、普段から検査とかして、糖尿病かどうかの検査の指標になるヘモグロビン A1C の値に注目したり、健康的な食べ物にしたり、体動かす趣味とか見つけたりして気をつけて生活してみてな。 糖尿病には1型と2型って言うて、15歳くらいまでに起こる1型と違って、俺ら日本人がなる糖尿病の95%はほぼこっちで、大人になってから食べ物の偏りやったり運動不足とかで起こることが多いんで、しっかり予防すれば2型糖尿病やったらなんとかなるかもしれへんで。 糖でもちょっっとは詳しくなったかこの調子で他の栄養素の場合も抑えていくで。次が、タンパク質。糖の時に高血糖、低血糖ってあったみたく、タンパク質も同じ。高タンパク血症や低タンパク血症っていうのがあって、低タンパク血症のとこでめっちゃ有名なのは、肺や心臓に水溜まったり、むくみを引き起こすネフローゼ症候群。糖尿病の時って尿に糖がいっぱい溶け込むみたいなのあってやろこれタンパク質も同じや。ネフローゼ症候群やと尿の中にタンパク質がめっちゃあって、糖尿病がおしっこ甘いみたいに、こいつはちょっとおしっこが泡立つ。 くらいいで大ししたことないって思うかもしれへんねんけどネフローゼでタンパク質ってお風呂でパクパクって溺れてる感じするから肺とかお腹に水たまったりむくむっていうが名前からもわかるよなさらにお風呂で溺れてたらまず水捨てろってなるやんやからこのネフローゼ症候群も治療薬はステロイドってなんねんあとはこれ糖尿病と一緒に起きてることもあったりするから腎不全になったりもするしそうなるとやっぱ人工透析とかなるからほんまにこれまたしんどいよな 三大栄養素のラスト。脂質は、炭水化物やタンパク質と違って、少ないってのはないねんけど、多いと高脂結晶を言うて、炭水化物やタンパク質と同様、血中に多くなると困ったもんで。ただ脂質って、油やから普通やと水分の血液の中には溶けへんよな。だから、生化学のところでもちょっとやったけど、リポタンパクって状態になって、水の上をスイスイ動ける状態になって動くねん。ほんで、悪玉コレステロールとか善玉コレステロールって聞いたことないかこれそれぞれ LDL と HDL なんやけど、LDL は悪玉いうだけあって、血管を油まみれにしてめちゃくちゃ。 くちゃ汚すね。ほんで逆に HDL の善玉の方は血管から脂肪をうまいことを吸い上げてくれて綺麗な血管にしてくれんねんな。せやから血液検査とかして悪玉の LDL が増えへんように注意しとかな。やっぱりこれまた同じように血管痛めて動脈硬化とかにつながってくるんで心筋梗塞に脳梗塞って脂肪だけに脂肪につながるような病気の元になるんやで。そしたらラストはその他。まずはビタミンやけど C 型がへんかったら解決病になるとかっていうのは散々解剖生理学とかでやってきたよな。そんな中で D はどんなんやったか覚えてるか 俺のアニメやったり本とかでは D を骨で書いたり、くるぶしのところに D って書いたりして説明しててんけど、その名のごとくビタミン D っていうのは骨に影響してるんで、こいつの代謝以上でビタミン D 不足ってなると、カルシウムがうまいことをいかへんねやから低カルシウム結晶になったり、骨がふにゃふにゃの骨なんか症ってなる。これ逆にビタミンがめっちゃ多いビタミン D 過剰症とかってなってしまうと、逆に高カルシウム結晶ってなるわけや。あとはビタミン b 十二、この十二でピンとくる人間の臓器言ったら、十二だけに十二視聴やけど、このビタミン b 十二っていうのは、いや腸とものすごく協力してる ビタミンなんでなんかの病気でなるっていうよりは胃とか腸を切除した場合に問題起こって悪性貧血みたいなんが起こるねほんでラストがプリン体これテレビ CM とかいろんなところで聞くことないか案外俺らの体には普通にあってっていうのも「病気シリボ核ってあるやん dna のことや。あんなん核酸が分解すると、このプリン体ができんねん。ほんで、このプリン体は尿酸になる。代謝って言うたら、またすぐ尿に繋がるな。てなわけで、プリン体の取り過ぎとか、いろんな理由で、とにかく尿酸がめちゃくちゃ増えると、抗尿酸結晶って、まずは血の中にめっちゃ尿酸が増えることになる。すると、最後はその尿酸の結晶がトゲトゲボールみたいになるんで、おしっこ作る腎臓を痛めたり、尿路結石ってめちゃくちゃ激痛なやつになるとか、あとは関節がいたたたたってなる痛風になったりすんねん。ちなみに、これ痛風ってなんかおっさんのイメージあるけど、 男性に多いんで激痛の尿路結石やったり痛風やったりってなりたくない男性はプリンタイあんまとらへんよ気をつけてな本でもプリンタイってなんかプニャプニャしてそうな名前のやつがトゲトゲウニボールの尿酸になって体中どこそこ痛くなるってほんまもう全然ちゃうから変身魔法みたいやな プニプニプリンよトゲトゲ尿酸になーれーみたいな。やから血液検査でも尿酸が7.0から痛風になるかもしれへんで言うてまずい数値なんねてなわけでどうやった代謝っていうのは化学反応やったからその材料の食べ物とかによっていろんなパターンがあってできた生成物っていうのはもういらへんなったから体の外に出すっていうのもあって尿やったり尿を作るための血管やったりっていうのに特徴が出るんやったな。 ここ覚えるん結構多かったかもしれへんけど、日常にもつながる部分多かったと思うんで、何回も繰り返してみて、しっかり頭に入れて、自分の周りで代謝異常のような病気が起きひんように助けてあげてな。代謝って材料の入り口。つまり食べ物をコントロールすることで、ある程度、俺らでも予防することができるから。料理苦手なやつ、困ってるやつおったら、教えたるから。その時はいつでも連絡してこい。ほな。